はい、どうもアノチです。よろしくお願いします。テナントソフトバンク編やっていきましょう。ナイト変わらずです。今日で交流戦最後ですね。ちょっと待ってよ、カレンダーに行ってみようか。優勝しました。交流戦優勝してしまいました。6月18日の試合で優勝しちゃったんですよ。で、まあ動画撮る予定が19日最後に撮ろうと思ってたんで、まあそこは崩さなかったんですけど、まあ交流戦優勝してます。はい優勝してます。でね、ちょっとね、見てほしいものがあって、柳田選手弾道3になりました。これでホームラン稼げたらいいけどね。まあ盗塁はなんかこの調子でいけば30はいくのかなと。で、まあ打率もまあおそらく3割キーパーできるのかなと思うんですけども、ここから18本打ちたいですね。監督プレーやっていく中でのトリプルスリーは達成したい。よし、やっていきましょうか。頑張りましょう。今日松坂選手、いきますよ。これでいいかな。はい、じゃあ柳本明いきますか。上林選手出してーなー。福田選手スタメンも見たいよな。長谷川選手かな。なんかなんとなく、いや打順をどうするかなんだよね。すげえ考えたんだけど、9番じゃなんかね、せっかく打撃力があるピッチャーなのだけになんか面白くないのかなとかも思ったんですが、7番、いやなんか9番でいいや9番でいきますよ。そこ意外と普通に行くから。お、高山くん4番運転ですね。よし頑張ろう。いや現実世界の松坂選手投げないみたいですね。今シーズン投げんのかな今シーズン投げんのかな。俺はね応援してますよ本当に。投げてもらいたい。もう一試合でいいわ。投げてもらいたい。もうなんかその年俸とかもろもろ考えて1試合じゃ全然足りないし、本当に活躍しなきゃいけないと思うんですけど、投げてもらいたいよね。ブレーボー！レフトへのフライになった。掴みました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは高野、リラテ、ホンダ。アウトコース低め。どんまい。投げた。流し打ち。どうだ？ここはうまい守備。例えばヤクルト鵜久森さんすごいですね。これからタイガースの攻撃へ入ります。先頭バッターは上野。第5球投げた。ペナントヤクルト編、あとロッテ編か、やってないのは。まあこのソフトバンク編を最後に、次からペナントはね2017バージョンにアップデートしてからやろうとは思ってるんですけど、さよならとかつかねえかな、鵜久森さんに。代打とかつくのかな。もう今更つかないかな。素晴らしい。いや俺さずっと気になってたんだけど、内川選手これ左 F だか G だか持ってるじゃん。あんま関係ないよねあんまりなく内川選手に関係ないなって感じだよね。第5球投げた。145キロ直球、空振り三振。バッターは6番長谷川。第6球を投げました。インコースのボール、うまいんじゃない。うまい。二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む。素晴らしい。バッターは7番細川。第3球を投げました。打った。サードゴロ、ゲッツーになるか。セカンドフォースアウト、アウト。今これ撮ってるのが、14日の、午前9時頃なんですけども、広島強いですね。めちゃくちゃ強いですね。あっと引っ掛けた。松坂ボールを取る。一塁送球アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。第3球を
投げました。打ちました。1、2塁間のゴロ。一塁へ送る。頑張って。取ってアウト。これで2アウト。ランナーありません。投げました。直球。ジープ。空振り三振。ボール球で仕留めました。最後は空振りで打ち取りました。三回の表。これから。いや、今宮選手ちょっと出てもらいたいですね。今宮。指示をはめさえすれば。第4球は打ちました。これは打たされてセカンドフライ。二塁キャンパス手前取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。ちくしょガツッと一発狙ったんだけど。第1打席はレフトフライに倒れて打ちました。ボテボテのショートゴロ。アウト。スリーアウトチェンジ。ホークス三者ボ。3回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。トップバッターはあーっと怖いな。ちょっと打ったサード強襲。惜しい。エゴシいいバッティングを見せました。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。エンドランか。ヒットエンドラン。一塁送球アウト。ホークス同点のピンチを迎えます。バッターはピッチャー岩崎。第6球は見逃し三振。打順はトップに帰って上本。最初のバッターボックス。ストレート見送ってフォアボール。ストレートのフォアボール。第3球を投げた。あーっとやっちゃったよ。中間へヒットになります。ボールが点々と転がっている。ボールは中継。ホークス逆転されました。2対1。いや大丈夫大丈夫大丈夫。左バッターボックスすぐに追いついて逆転なんやかやするから。厳しい。ホームイン。タイガースリードを2点に広げます。3対1。バッターは4番高山。最初のバッターボックスはピッチャーゴロに倒れています。投げた。これは外れてフォアボール。松坂ストレートのフォアボールを与えます。投げた。変化球空振り三振。阪神甲子園球場。ゲームは中盤4回に入ります。バッターは高野。2打点本田。第3球を投げた。打ったいい当たりだ。やばっ、久々じゃないですかね、勝ち越されてる状況自体が。なんかすげえ久々な気はするけど。次は6球目。投げた。空振り三振。バッターミスターアンダー製造機内川。さあ試合の行方を左右する。ここで勝負に出ます。第3球を投げました。打った。痛烈な当たり。ダイレクトフェンスに当たった。早い。めちゃめちゃ早い。1点返しました。内川タイムリーツーベース。見とけ、ここで熱男になる瞬間があるから。同点の場面を迎えています。打ちました。三遊間やった。松田いいバッティングを見せました。ワンアウトランナー一塁三塁となりまして、長谷川ホークス最低打ちました。一二塁歓迎。二塁フォースアウト。オッケー。さあこれで次アウトランナー一塁。右バッターボックスは7番細川。投げました。打ちました。サード左横のフライになりました。北条余裕があります。この後の松坂選手大事ですね。なんとかゼロに抑えてもらいたい。4回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは北条。第1打席です。高めの球見逃し三振。第5球投げました。低めの球見逃し三振。バッターは8番鶴岡。最初のバッターボックスはダイヤゴロに倒れています。第4球を投げました。いいよ。バットが空を切りました。素晴らしい。最後は空振り三振で5回の表、これからホークスの攻撃に入ります。うーわ、三振。バッターはピッチャー松坂。投げました。打った。セカンド正面。なんだろうな、なんかしてくれそうな気するよね、打者として立ってて。バッターは3塁手揃ったスペシャリスト。さあ監督は勝負に出ました。第3球は打ちました。山掴んだ。一塁送球間一発。お、すげえすげえ。バッター高野。走ってみましょうか。失敗したってね、次本田選手から始めれるから。まずは一塁牽制。めっちゃ警戒されるめっちゃ警戒される。タッチはアウト。これで3アウト。俺あれじゃないかな、このソフトバンク編を通して柳田選手に盗塁成功させたことないんじゃないかな。5連続。バッ
ッターはトップに帰って上本。なに5連続三振してんの今。取ってんの。投げた。見逃しの三振。6連続ですか。バッターは2番山。今日3打席目。低め外れて。しゃあない。バッターは3番福留。これが3度目のバッターボックス。ストライク。すごい。三振。なんかエンジンかかってきた。ゲームは後半に入ります。バッターは高野、伊達、本田。結構待てがハマるんだよな。第4球はチェンジ。よし外れてフォアボール。ストレートのフォアボール。左バッターボックスは3番中村。今日は打ちました。いけろ。オッケー。ボールは中継。中村ナイスバッティングです。投球これから5球目。チェンジアップ空振り三振。右のバッターボックスは5番松田。さあここで監督は勝負。ええない今季は3球目。投げた。打ちました。いい当たり。レフトへの当たり。レフトナイワッチ。レフトからセカンドへ。よし1点リードに変わりました。4対3。今日は安打を放っています。バッターの長谷川。さあ4球目。流し打ち。素晴らしい。クリーンヒット。打球が転がっている。ボールは中継。いいよ。今日はサードへの併殺だと。サードフライ。第6球を投げた。打ちました。うまい。ライトの前。ワンバウンドヒットです。1・2塁間ライナーで破った。細川いいバッティングを見せました。初安打。第2球ランナー走った。ここでスクイズ掴んだ。1塁にスクイズ決まった。ホークスさらに1点追加。7対3。ハマれ。さあこの対決に集中します。第4球くそっ。くそ打たせない。どうしても打たせない。6回の裏これからタイガースの攻撃が入ります。この回のトップバッターは高山。今日はピッチャーゴロとフォアボール。打った。三遊間の当たり。今宮ボールを掴んだ。一塁送球。今6回だよね。6回だね。第3球は打ちました。1・2塁間への7回3失点でまとめたいかな。それが理想かな。ランナーありません。右バッターボックスは6番北条。ここまで2打席連続三振。打ったい当たりがライトへ持っていった。ライト前ヒット。クリーンヒットです。北条ナイスバッティングです。右バッターボックスは江口。これが3度目のバッターボックス。うわーなんやだな。なんか何やってもって気がする。第5球投げた。打った。よかった。取った。一塁へ送る。アウト。スリーアウトチェンジ。阪神甲子園球場からお送りしています。岩佐交番左。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。バッターは三拍子揃ったスペシャリスト柳田。打ちました。ピッチャーは正面。ピッチャー返し。一塁送球アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。バッター高野、伊達、本田。高め来る。次は5球目。来ない。投げました。見逃し三振。バッターは3番中村。これが4度目のバッターボックス。第5球投げました。ストライク。見逃し三振。最後は見逃し。7回の裏タイガースラッキーセブンの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは鶴岡。今日はサードゴロと。打った。ショート右へのゴロ。ショートから一塁送球アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは代打可能。第5球投げました。三振。低めの変化球です。ちょっとごめん、松坂選手のスタミナ C っていうのは数字で言えばなんぼ69。そっか、なんかやたらとスタミナあるなんて感じだけど、ほぼ B なんだ。投げました。高めボール球打った。松坂ボールを取るピッチャーから1。いいよ、8回も投げれるよこれ。アウトチェンジ。松坂三者も山本降板。8回の表これからホークスの攻撃に入ります。バッターはミスター安打製造機内川。インコース高め。見逃し三振。さあ6球目投げました。結果外れてフォアボール。バッターは6番長谷川。今日4打点を挙げています。第2球一塁ランナー走った。打ちました。ヒットエンドラン。一塁送球アウト。ツーアウトランナー二塁に変わります。先ほどヒットを放っている細川。さあここで勝負に出ました。いやまあうちとしてはラッキーだけどね。投げた。外角低め。見逃し三振。
関東は難しいかな、微妙だよね。もうここから一人もランナー出さずにギリってぐらいか。左バッターボックスは3番福留、今日はここまで3打数1安打。一発勝負は、うわー出ちゃったか。これはヒットになります。福留ツーベース。さあここは抑えたい場面、バッターの高山投げた、打ちました、セカンド後方へ飛んだ、飛んだ、交代、落下点に入った。このイニングはもう一人打たれるなりなんなりランナー出しちゃったらもう帰る。さあこの対決に集中します。さあ5球目打ちました、三遊間へのゴロ、一塁へ送る。いや、なまら微妙な感じで残したねスタミナ。一発勝負あるからな。いよいよ9回に入ります。バッターは狂言の魔法使い今宮、打ったセカンドの頭上、セカンドを掴みました。松田、松坂選手で行く。ランナーありません。第3球を投げた、打ちました、東条掴んだ、一塁送球アウト、これで2アウト、ランナーありません。しゃない。バッター三拍子揃ったスペシャリスト柳田、投げた、打ちました。今日柳本明いまいちだったかな、なんかあんまり気にせずやってたけど、あんまハマってる感じしなかったですね。三者も9回の裏4点を追いかけますタイガースの攻撃、この回のトップバッターは北条、今日はここまで3打数1安打2三振、投げました、内角よし、空振り送球。よしよしよし。ヒッターは板山、第4球を投げました、低め見送ってフォアボール、松崎もう一個なんとかアウト取って、代打を鳥谷、鳥さんじゃないですか。続けざまに代打を起用してきます。一発勝負がまだ残ってからそれ使うから、打ちました、ボテボテの当たりはショートゴロ、セカンドフォースアウト、これでツーアウト、ランナーは一塁。そこはゲッツー取って一発勝負残したのにが良かったけど。勝負に出ました、えーたい、怪我しないでね、試合終わった後は。いや、空振り三振、松坂よく投げ切ってくれました。見事タイガースを下しました。さて今日のヒーローは見事完投勝利を収めた松坂、本当に今日は大活躍でした。応援してるよ。お送りしてまいりました、怪我のしやすさがねどうしてもあるからね、勝利投手は松坂、そこは、うん、結構ちらついてはいたけどちょっと投げさせたかったよね。コメント読んでいきましょうか。俺の友達柳本明だ、運命感じた。まあいる名前だよね。松坂選手先発登板回避するらしいですね。なかなか一軍で見れないなと。見たいよね、けどやっぱすごいよね、その今がどうあれさ、松坂選手が残してきたものがあるからやっぱりなんかあるよね、その期待感という、期待感なんだろうな、見たいなっていうワクワク感というのかな、あるよね。だって松坂選手がそのプロ入りした頃なんて俺全く野球興味なかったけど、やっぱ知ってたし、野球興味のない人間からしてもやっぱすごいなっていうのが分かったもんね。熊本地震から1年経ちましたという、コメントがありまして、まあこれに関してはね、俺は何か言える立場ではないんですけども、本当になんだろう、デリケートな部分というか、ただまあ早めの備えが必要だよねっていうコメントだったんですけども、本当にそうだなとは思うけどね。そうだね、まあ
そんな感じです。俺からは何も言えない部分ちゃ部分、俺が言っても軽くなる。一応交流戦の順位だけ見ますか。交流戦順位、はい、こんな感じでした。強いですねソフトバンク。はい、こんな感じでした。よし、コメント読んでいきましょうか。大阪じゃ大阪在住の私にとって柳本明は聞きたくないです。え、なんでだろう。大阪なんかローカルタレントとかがいるのかな、わかんねえな。黒瀬くんと、柳田選手で、あと3がいれば黒柳さんをやりたいって話をしたんですけども、3の部分は、今期から背番号3のマッチとか無理やりですかねってコメントがあって、俺はね外国人取ろうかなと思ったのよ。で、取った選手って確か名前変えれるじゃん。なんかサンチェスとかそこら辺の名前すれば黒柳さんはできるなとか考えたけど、それこそなんか違うなと思って結局やんなかったけどね。ただなんかやりたかった。黒柳までは揃ってるだけになんかもったいないなというか、やりたかったな。でマッチですってやりたかったやりたかったんだよね。集中使って一発勝負できるのか、コメントありましたね。俺できないと思ってたけどできるみたいです、ごめんなさい。マノチさんの好きなお菓子なんですか。好きなお菓子、お菓子か、やっぱポテチ好きですよ。今この時に言うなんか狙って言ってるわけでもなく、やっぱポテチは美味しいかなと。あのカルビーポテチ好きですね。バター醤油味が好き。マッチが寒すぎるね、劇を飛ばしてください。寒おって呼ばれてるの？熱お、寒おってことか。分かりやすいね。なんかここに対して好きと言っていいのか分かんないけど、その分け方好きです。俺は。頑張ってもらいたいですね。菊池選手またファインプレーをしてチームを勝利へと導きましたね。チームの流れを変えるプレーほど惚れるものはないですね。あれかな、13日の試合の8回のやつかな。ごめん、ちょっとすげえ俺合間に喋っちゃってるけど、菊池選手はすごいよね、本当に思うわ。まあ俺が見るって言ったらやっぱ交流戦とか、まあそれこそ日本代表でとかっていうことが多いんですけど、やっぱちょっと違うよね。なんだろう、その褒め言葉でもう普通じゃないよね菊池選手の守備って、守備範囲もそうだし、いつかな、ちょっと何日か忘れたんですけど、ソフトバンクの試合見てて本田選手うまいなって思ったけど、なんかボール取ってその後投げれなかったんでね、誰かな、バッター中島選手かな、タクかな、打った時に本田選手取って、結局まあ取ったは取ったけど投げれないっていうシーンがあって、これ菊池選手だったら投げたのかなとかなんか思って、でね、まあ、比べる何者でもないじゃないんですけど、まあそういうのはありましたね。上手だよね、見てて面白いよね、惚れ惚れするよね菊池選手の守備って。
よし、そんじゃ、終わろうかな。はい、また明日、明日から後半戦ですね、オールスター系から撮っていきます。そんじゃ、終わります。バイバイ。